はい、今回はモナワイワイの雑談やっていこうと思います。まあ、安定のね MacBook Pro の上に何か置くっていうね、大変失礼な構図なんですけれど、今回のお話っていうのは本当にね雑談ちょっとしようかなと思います。モナワイワイね借りてから実際に外で長時間は使っていませんでした。なんですけれど今回ね外で、まあ、ある程度4時間ぐらいなんですけど、長時間ってことではないかもしれないんですけど使ったので、それのお話をねちょっとしようかなと思います。雑談でね、はい、まあちょっと使うイメージでね考えてもらえれば嬉しいかなと思うんですけれど、今回はねここ行ってきました。デニーズです。もうねルルカチャンネルでは実はあの外食系の動画も撮っています。でなおかつルルカはね実は10月27日が誕生日になっています。なのでデニーズってアプリに登録しておくと誕生日月にバースデーデザートってもらえるんですよね。でそれがもらえるのでそれ狙いで行ってきました。でプラスアルファ今はねまだのプレミアムフライデーってやつなんですけれど、これね、まあ、プレミアムフライデーってもうすでに死後になってる場所も多いと思うんですけれど、月の終わりですね、最後の金曜日っていうのはプレミアムフライデーっていうのがあって、まあ、それに合わせてねデニーズさんプレミアムフライデーは山盛りポテトが106円になる。これ多分普通に買うと300円ぐらいなのかなっていうのが100円になるので、まあ、これももらいたくっていう感じで動画も撮りつつって感じで行ってきました、彼女と2人でね。でその際に、まあ、これを使ったってお話になるんですけれど、まあね4時間使って今ちょっと進んじゃったんだけど、実際はね4時間ほどでし、やっぱね1時間に1ギガぐらいかな使うっていうのが容量がでした。でまあもう快適でしたね。一応デニーズってセブンスポットっていうのがあるので、それを使うことによってね無料で一応使うこと3時間までかな使うことができるんですけれど、やっぱねセブンスポット人によるかな、人の量によるんですけど、あんまし速度出なかったりとか安定しないことがあったりするんですよね。まあその点ね、まあ、2人でこれ使ってるだけなのでかなり快適に使うことができました。でまあそういう感じでね、なんだろうね、喫茶店だったりファミレスで仕事をしたいなと思ってる方にも向いてるのかなと思います、ルーターね。改めてなんか今時ってねノマドって呼ばれる人ですか、家じゃないところで仕事をしようとする方々ですかね。なんかすごい指紋が向きに出ちゃうんだけどいますよね。でそういう人たちに、なんだろう、無線で無料で使えるスポットっていうのも今結構いっぱいあるんですけど、やっぱそれって時間制限あったりとか安定しませんよね。でそういう人向けにやっぱこういうのを使うことによって外での仕事がかなり快適になるんじゃないかなっていう、まあ、外でね YouTube のアップロード、結局ねアップロード系は弱いんだよね、このモバイルルーターどうしても弱い。ダウンロードはまあまあ速度出るんだけど、アップが弱いんで、外でねアップロード、要はノマドの YouTuber か分かんないけど、そんなのいるのかな、ノマド YouTuber っていいのかな、ちょっと分かんないですけど、そういう人向けではないと思うんですけど、一般的な作業ですね、自分自営業でやってるんですけど、外に出た際に、まあまあの YouTube のねちょっとした編集だったりブログ書いたりでブログアップしたり、まあ、そのアップぐらいねだったりとか、まああの自営業でやってるね問い合わせのメールの返すとか、まあ、サイトをいじるとかね、まあ、そういうのはもう本当何の家でやるのとで何にも変わらず進みました。なおかつまあ自分の場合はね家の中がすごい快適なんですよね。自営業を家でやってるんですけど、まあ、事務所兼みたいな感じでやってるんで、家の中って何でも物があるんでなかなか仕事が進まないんですけど、こいつがあればね外に行って使うっていう選択肢もあるんですよね。まあ、そうなってくるとやっぱ外でやった方がね作業効率は高いかもしれない。本当はね家で作業効率するのが一番いいんだけど、パソコンもちゃんとデュアルモニターとかなんで、自分ディスクトップの性能いいのがあったりするんで、それなんだけどやっぱね外でやることによって集中はできるかなとか思いました、今回使ってみてね。まあそんな感じでね、外で使っても快適に使えたよっていうのを今回モナワイワイさんお話しさせていただきました。まあ、外でそういう風に使う目的って方はねまあまあいると思うんですよね。人によってはモバイルルーター使い方は決まってないけど、とりあえずねモバイルルーター使いたいなと思ってる方もいると思うんですけれど、まあそんな風にねこういう使い方もいいよっていう参考になればなってことで今回動画のを撮らせていただきました。もちろんね人によってはね、お今回の動画何の参考にもならなかったよって方もいると思うんですけれど、まあまあのよくねファミレスとかコンビニじゃないね、ファミレスだったりとか喫茶店等々でねネット使ってちょっとなんかやりたいよと思うことがある方には、このモバイルルーターね使い放題ってことでかなり快適なんじゃないかなと思います。まあ、今回はこの辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。